はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、これ生ビールですね、クラフトラベルのハローバイゼンという、これは白ビールですね。バイゼンだから多分白ビールでね。こちら、なんと賞味期限が2016年の11月となってまして、すでに5ヶ月ほど過ぎております。まあ、多分大丈夫だろう。うん。で、5ヶ月過ぎてるのが影響してか知らないんですけど、ここら辺がね、ボッコボコになってる。なんか膨らんでる。原材料が麦芽、かっこ、大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。で、アルコール度数 5.5%。これが、製造者が、札幌。で、販売者が、ジャパンプレミアムブリュー株式会社という会社です。大丈夫かな？案外大丈夫。案外大丈夫。これ、いわゆる小麦ビールだよね。ハローバイゼン。ビールのある日々に、新鮮な驚きと楽しさを。一口飲んでほっとして、二口飲んで思わずにこり。南ドイツ伝統の小麦ビールを、独自のバイゼン酵母で醸造。果実を思わせる香りと爽やかな味わいをお楽しみください。果実の香りは四つ星、爽やかさが三つ星となっております。ここに書いてある。これあれだな。これなんか乾杯。これバナナだ。すんげえバナナの香りする。バナナビールですね、いわゆる。バイゼン。バイゼン。白ビールですね。うわぁ。あー、これバナナの味する。すんげえバナナの香りする。白ビールってみんなこんな感じなのかな。俺白ビールって、まあ飲んだんだけど、ここまでバナナの香りするやつなかなかないと思う。前あったけどね。バナナでググってみるか。バイゼン、バナナでググると。バイゼン。バイゼン酵母であるため、フェノーリックなアロマとフレーバーが支配的。また、バナナのようなエステル香を伴うのが多いって書いてある。なるほど。バイゼン、白ビールには、こういうバナナ香をするのが多いんですかね。まあ、銀河高原ビールも、でも銀河高原ビールそんなにバナナ感しなかった気がするけど。うん。今日はこちら、天狗ブランドの激辛味の、これなんだ。ジャーキーですね。ビーフジャーキー。最近は、なんだっけ。ポテチが品薄なそうですけど。まあ。まあ、ポテチ俺そんな買わねえからね。1ヶ月に1回。一食ぐらいしかしないから。多分、うん。なんか、うん。うまいんだけどさ。まあ、ビールにはさ、やっぱり。
ジャーキーとかより、こう、もっとさ、こういうさ、高いやつより、なんていうかな、こう、油っぽくてさ、これってどっちかっていうと油っぽくないじゃん。どちらかっていうと、ジャーキーより、個人的な感想としては、まあ、ポテチ的な、脂身のあるやつとか、油切ったやつとか、まあ、あと、まあ、普通に唐揚げとか、がベストなんじゃないかなと。まあ、もしくは、チーズっすかね。そしてここにもあります。じゃーん。男梅干し梅のノーベルから出ました。種抜きの男梅干し梅ですね。これがうまいんだ。これが540円ぐらいです。56g で540円ぐらい。まあ、グラム単価としてはこれとほとんど変わらないですね。まあ、こちらを、干し梅。うわぁ、これよ。これ。食べまーす。あ、うめぇ。これ、チューハイですね。うん。これ、チューハイ向けですね。ビールは、ビール向けではない。これ、酎ハイ向けだ。これは、どちらかというと、焼酎系列向け。うん。焼酎とか。うん。サワーとか。サワー向けだね。酎ハイ向け。うん。主にこれは、うん。サワーだね。まあ、にしてもあれだな。今、朝7時なんですけど、普通にね、酒を飲んで、現状です。そんな感じ。最近だいぶ暑くなってまいりましたね。ちょっと長袖だと若干暑いんじゃないかっていうぐらいの暑さですね。まあでも、うん。まあでもちょっと暑いんじゃない？ 4 月、今17日。普通に25度ぐらい行ってるからね。行ってたりするか、ね。日中。25度はちょっとやりすぎじゃない。と思うんだけど。気のせいですか。まあでもこれはバナナですね。バナナ粉。非常にバナナ粉が強い。コク。甘み。香り。バナナ。開花っつうと別に。3353です。ご視聴ありがとうございました。